声優として活躍している柚月涼花。彼女は結婚して子供がいるとの噂がある模様です。そこで今回は、柚月涼花の結婚や子供について迫ってみたいと思います。また、彼女の声優以外の活動についてもご紹介します。柚月涼花は声優だけでなく、他にも仕事をしていたのでしょうか。目次。柚月涼花のプロフィール。柚月涼花は結婚をしているの。柚月涼花には子供がいるの。柚月涼花は声優以外の仕事もしていた。柚月涼花の家族は誰がいる。柚月涼花はどんなアニメに出演している。柚月涼花は未婚で子供はいる。柚月涼花の関連記事。柚月涼花のプロフィール。本名、振り仮名愛称小括弧終わりコロン流しあゆび、流しあゆみゆずちゃん、ゆずねれ。所属事務所、81プロデュース。生年月日、1974年1月10日。現在年齢、47歳。出身地、愛知県安城市。血液型、顔文字、驚き型。身長、156センチ。体重、非公表。活動内容、声優、女優、同人作家。家族構成、子供。事務所公式リンク。公式ツイッターは、ビーストウォーズ超生命体トランスフォーマーで声優デビュー。22歳だった1997年頃に、芸名を柚月涼花と改めビーストウォーズ超生命体トランスフォーマーで声優デビューしました。それから、24年ほどの声優としてのキャリアを積み重ねてきたのです。鬼滅の刃には出演していない。アニメ鬼滅の刃が大人げとなっていますが、柚月涼花は出演しているのでしょうか。探ってみたところ、柚月涼花が鬼滅の刃に出演しているという情報はありません。彼女は鬼滅の刃とは関わりがないものと考えられるでしょう。月のアルケード役。同人サークルタイプムーンのビジュアルノベルゲーム月に関連する、メルティーブラッドやカーニバルファンタズム等の作品に出演してます。柚月涼花は、アルケード、ブリュンスタッド役を演じました。ドラマ CD にも出演しています。柚月涼花は結婚をしているの。次に、柚月涼花の結婚について迫ってみたいと思います。柚月涼花はすでに結婚をしているのでしょうか。彼女の私生活について覗いてみましょう。結婚はしていない。柚月涼花は47歳となっていますが、結婚はしていないと考えられます。実際には結婚をしている可能性もないわけではないでしょう。しかし、結婚をしている情報はありません。ラジオで小山力也にラブコール。ラジオ歌われるモノラジオの第1回放送で、柚月涼花が共にパーソナリティを務める小山力也にラブコールを送っていました。彼女は小山力也に対してラジオ最終回までに小山力也を落として結婚すると言っていたのです。ラジオにおいては、柚月涼花がアタックを続け、小山力也がそれをかわすという攻防が繰り返されたのでした。例えば、小山力也が他の女性の話をすると柚月涼花が焼き餅を焼くということもありました。小山力也と喧嘩に。柚月涼花が小山力也と喧嘩をしたという噂がありましたが、二人が喧嘩をしたのは事実だと言います。
喧嘩の原因ははっきりとしていません。しかし柚木涼花があまりにもアピールしてくるので、小山力也が切れたという説もあります。現在の二人は、友人同士となっています。